女性アスリートの性的な写真を撮ってネットに上げるクソオスは全員地獄に落ちろ。それを見て喜んでるコメ欄のクソオスどもも全員地獄に落ちろ。下手の引きこもりのクソツッコミしかできない人生の負け組だ。マジで一生黙ってろよクソが。ホリエモン、それはそうと、肉穴さんが掲げてるプラカードってヴィーガンの人がマクドナルドに乗り込んで肉を食べるのをやめろってやってた時のやつですよね。女子アスリート関係ないじゃん。ご機嫌うるわしゅうクソス。どうもウィース。今日は女子アスリートが不本意にも性的な意図で写真を撮られて YouTube や SNS でクソオスどもに性消費されていることについての問題定義をしていこうと思います。東京オリンピックの体操でドイツの女子代表チームがスポーツを性の対象とすることへの抗議ってことで、ビキニカットのレオタードから足首全体まで覆うユニタードを着用したりってことがありましたよね。へえ、そんなことあるんだ。女子スポーツ自体興味ないし、ユニフォームとかどうでもいいけどね。あんたはそれでいいかもしれないけど、女性アスリートからしたらそういうわけにもいかないのよ。本来競技に集中したいはずなのに、クソオスどもが女性アスリートを性的に消費するせいで競技にも集中できないし、不本意な文章をつけられて SNS などで動画や写真を拡散されたりと、その被害は後を絶たないのよ。でもさ、そんなこと気にしてスポーツに集中できねえとか言ってんなら、そもそもスポーツなんかやんなきゃよくね。男が女を性的な目で見て何が悪いんだよ。ん？あれ？いやー、今回は僕も肉穴さんと同じ意見ですかね。なんでだよ、てめえついフェミの味方すんのかよ。いや、そういうわけではないんですけど。サーユさん、よく勇気を出してくれたわ。これからは一緒に男性の権利を踏みにじり、女性のみが輝ける社会を。いや、そういうわけでもないです。勘弁してください。まあ、この女性アスリートの性的な画像の件に関しては明確に被害者がいるので、これはそういう写真を撮ってネットに上げたり SNS や YouTube で拡散する人たちに問題がありますからね。でもそんなこと言ったって、こういうのはなくなんねえだろ。そもそも性的な目的で写真撮ってるかどうかなんて、写真撮ってる段階では判断できねえだろうが。まあその段階では判断はできませんが、明らかに卑猥な文章とともにネットに上げられている動画とか、そういう卑猥な文章とかは載せてなくても完全にサムネ画像で釣りに行ってる動画とか結構 YouTube にあるんですよね。お前それ知ってるってことは、お前もそういうの見てるってことになるだろうが。いや、それが勝手に YouTube が普段見てる動画と何の関連性もないのにおすすめとかに上げてくるんですよ。 YouTube に上がってる女子陸上の動画、大体がコメントオフになってることが多いけど、男子陸上と違って明らかに再生数に開きがあるし、たまにコメ欄開放してる動画もあるけど、そのコメ欄がキモすぎるのよ。例えばこれ、大学生の女子棒高跳びの動画、大学生の棒高跳びの動画が再生数327万回よ。327万。このチャンネルで一番再生されてるついフェミになるための基礎知識を身につけようが12万再生しかいってないのに対して327万って。まあ再生数が多いってのは仕方ないと思います。男とはそういう生き物なのでつい見てしまうってのはわかるんですが、この動画の気持ち悪いのがコメント欄なんですよね。何がつい見てしまうよバカ誰が。くたばれクソス。いや、話が進まねえよ。で、このコメント欄がどんな風に気持ち悪いんだよ。この動画のコメント欄には、ムチムチ感がたまらねえ、性的な目で見てます、種付けしたいよ、ローションプレイして。ああ、確かにキモいわ。まあ一部こういうコメントもあるぐらいなのであればしょうがないとは思うのですが、驚くことにこういうコメントしかないんですよね。まあ女を性的に見るってことに対しては俺は何も悪くないとは思うけど、確かに女性選手が写ってる動画でこういうコメント欄で溢れてて、しかもそれを本人が目にしたら確かに嫌だろうな。選手の方々からしたら不本意でしかないですよね。女性選手の写真を撮って掲載すること自体をやめろってなってしまうと、これはこれでおかしな話だとは思うのですが、まあ、明らかに性的な目的で掲載されているものや卑猥な文言とともに掲載されているものとか、そういうのはちゃんと取り締まるべきだと思うんですよね。そうよ、女性アスリートを性消費するクソオスは女性侮辱罪で死刑にするべきよ。いや、お前だけ話ぶっ飛んでて本題からずれてんぞ。
でもさ、言っちゃなんだけど、一部のスポーツではそういう性的なっつったらあれだけど、そういった客層があるおかげで成り立ってるスポーツもあるんじゃないの？まあスポーツとは言っても結局商売ですからね。お客さんが入らなければ利益もないでしょうし、見る人が少なければスポンサーもつけませんし、お金にならなければプロスポーツ自体成り立ちませんからね。何よ、じゃあ競技によっては女性アスリートが性的な目で見られること自体も我慢しろってこと？それを女性差別だって言ってんの？いやそういうわけじゃないけど、そもそも競技自体に人気があって集客できるスポーツだったらある程度取り締まりしても大丈夫だとは思うけど、まあ、一部そういうところも売りにしないと商業的に成り立たないスポーツはそもそもプロスポーツとしては成り立ってないんじゃねえのかなって。まあそうなっちゃいますよね。スポーツって言っても結局は商売ですからね。お客さんありきにはなってしまいますからね。まあ競技によってはになってしまうと思うのですが、難しい問題ですよね。このチャンネルで取り扱うには俺たちには荷が重かったんじゃねえの？まあそうですよね。まあでも女性アスリートの性商品についてこんなツイートをしている男性のツイフェミがいたんですね。女子ソフトボールの投球スローモーション映像になんとなく違和感を覚えたんだけど、男子野球の試合を見てわかった。男子ではボールを追うカメラワークが多いのに、女子ではボールが手元を離れるまでお尻をアップした映像が目立つ。これも女子アスリートの性的消費問題の一つでは？公式がこれで良いの？ん？いや、オリンピックで女子ソフトボールが金メダル取ったの見てたけど、そんな性消費がどうだなんていうようなもんねえだろ。そうなんですよね。ツイッターの反応では、こんなとこばっか見てる方が異常ですよ。文字通り目を血走らせながら探してるんだろうな。ソフトボールはウィンドミルという投球法なので、リリースポイントが腰からお尻付近となります。投げる瞬間で球筋も変わるので、投球手元がスローで見れるのはありがたいですね。お尻ばかり見てないで、もっと競技を楽しんだらいいと思いますよ。ソフトボールは下から投げるから腰からボールが出ます。だからボールを追うカメラワークで腰やお尻が映る。あんまりスポーツ興味ないでしょ。視点がドスケベですわ。本当にフェミニスト？ソフトの選手にそんなこと言ったらバカにされますよ。そりゃそうだろ。さっきまで話してた内容は明らかに卑猥な文言とともにネットに上げられたもんとか異常なコメント欄の話だったからまだわかるけど、これに関しては誰も問題視してないことに対して無理くり理由つけて問題っぽくしてるだけだろ。そうなんですよね。こういう一部の過激なツイフェミのせいで本来考えなきゃいけない本質的なところからだいぶズレが出てきてしまう。それこそ問題なことだと思うんですよね。ちょ待ちなさいよ。このあんたが言ってた男性のツイフェミって紹介したやつ、こいつ過去によし嫁さん探しするためにロースクール通うかとか、エリートの女性に対して萎縮しちゃうは？エリートだろうが服脱がせりゃ一人の可愛い女の子だぜとか、私という野獣を野放しにしていくことは全女子の危機だよ、正義感あふれる人は早く私に餌を与えておとなしくさせてとか、女性蔑視なツイートばかりしてたやつじゃない。こいつは偽物のツイフェミよ。結局女性選手のお尻ばっかり見てるからこんな的外れなツイートしてるんじゃない。まあ過去にこんなツイートしてるくせに、なんでツイフェミのやつらってこいつのこと問題視しないんだろうな。まあツイフェミ業界にも忖度とかがあるんでしょうね。まあちょっと今回のテーマは僕も意見が最後までまとまりませんでした。今後の動画を作る上でいろんな意見を参考にしていきたいと思っているので、コメント欄でぜひご意見とかいただけると嬉しいです。まあ相手を傷つけることなく黙って楽しむ、それが紳士のたしなみだろ。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。